はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンボールフュージョンズ続きをやっていこうと思います。今回はですね、ここのね、時空一武道会の後ろのね、参加者受付って書いてるんですけど、ここで100人抜きができるので、これをおそらくやったらまた称号もらえるんじゃないかなと思うのでね、まあ、100人抜きなので相当時間がかかるので、要所要所だけやっていこうと思います。様々な時空から集まった強者100チームと戦っていただき、勝った回数によって素敵な商品を差し上げます。腕に自信があるならぜひ出場してみてください。現在カズボウ様が対戦できるチームはこのようになっておりますと、ね、まあ、100からやったんですけど、まあ、4回やったんで3回やりましたね、まあ、1回1回勝ってね、1回1回セーブできるみたいなんで、この96ってところの、まあ、右にね景品のマークがあるので、おそらくあと2回勝ったら景品もらえる、そういう感じですね。だこの5回ずつぐらいにね、景品があるので、まあ何もらえるかなーっていうのと、一番最後に何がもらえるのかなーっていうのちょっと気になるのでね。まあそこまでやろうかなーと思います。それではこちらへどうぞ。100人抜き。まあただひたすら長い戦いになりますね。ここはさすがにスカウトできないですよね。まあゲージがいきなり溜まってればいいんですけどね。こんな感じでワンパンで倒せるんで、レベル40いくつかなんでね、ここら辺まず楽勝なので、まあ、こんな感じで簡単に片付くので、まあ、こんな感じでね、景品もらうまでやっていこうかなと思います。1戦目はね余裕で片付いたので、記録を更新されましたので新たな相手と戦えるようになりましたと。お、ヤムチャですね。じゃあとりあえずヤムチャを倒したら何かもらえるみたいですね。ここをとりあえずやってみましょう。まあ、とりあえずね、戦った後に来てたんでね、回復してなかったのでね、まあ、これ倒してから回復しようと思うんですけど、まあ、一番ちょっと手っ取り早かったんだね。ね、こんな感じでちょっとやられちゃうので、いいかな。戦争の前に破壊あり。簡単に飛んでしまうというね。
ダブルアタック。これでマキシフュージョン届けばこれで終わっちゃうんですけどね。あ、そこまでいかないか。まだ2体いて面倒なんでね。はい、溜まった。あともう一冊技でデコピンで倒せます。景品って何もらえるんですかね、これね。おめでとうございます。星を手に入れた。お、鼻くその秘密をそっと鼻くそ。これヤムチャの技ですね。あ、こんなんでもらえるんですね、とかね。じゃあこれ覚えておきましょうか。ヤムチャ。ヤムチャだけの技かな。違うな。他にも使えるんですけど、まあ、極み早期弾とかね、極み老化夫婦剣とかあるんですけど、ここ覚えさせておきましょうか。ヤムチャ倒したらヤムチャ特有の技が覚えられると。こんな感じでね、5戦ずつやっていこうかなと思います。今5戦ずつ特別なね、相手が出てくるんじゃないかなと思いますね。はい、ですよね。こんな感じでね、91戦目まで続けていこうと思います。はい、お、ラディッツナッパチームが出てきましたね。ここ倒したらまたなんかもらえるんですよね。やってみましょう。91ですね。あと91。始めてください。頑張ってやっていきます。まあ、5個刻みでね、なんかね、まあ、メインのキャラクターたちが出てくるのかなと。あ、そしてボタンもスーツ装備してますね。サイヤ人の底力を見せてやる。なので、まあ、格闘で飛ばしてしまえばいいかなと思うんですけど。これ被弾でまとめて倒せんじゃない？ダメかな。ラディッツがリーダー。お、いいですね。飛びますよね。飛んでナッパがそんなに速くない。だったらサイバーガンぶつけてやればいいかな。あー、ギリギリ。あ、ギリギリ。おお、なんかスーパーエネルギーだ。ギリギリですけどね、そんなに対して、ね、ダブルアタックとかやれば余裕で倒せるんじゃないかなと思いますけど。あ、逆だった。23に当たってしょうがないの。ゲージが溜まってるんでね、まあ、このゲージ使いながら行けば余裕で行けると思います。あとは味方に打ち込んで跳ね返せばいいんじゃないかなと思いますけど、ガードされましたね。ガードされてもこれいけないか、いけないか。あと悟空で飛ばしてしまえば。
まだ楽勝ですね。はい、星を手に入れたとね。おダブルサンデークラッシュ、これはラディッツかな。一応ねラディッツとナンパ合体してるのがいるんで、はい、天津飯とチャオズのメンバーですね。86、残り86、始めてください。だいぶありますね、100までね。天津飯は確かカメハメハが効かないんでね、まあ一気にやっちゃおうかなっていう手もありますけどね。見せてもらおうか、マキシフュージョン、これでいこう。いけたな。連打まあいけるとは思いますけど、ギリかな。3900残ってるけど、はい、いけました。さあ次なる報酬は天津飯の技でしたね。ウルトラドドンパ、ウルトラドドンパ、これは確か持ってますね。あの C だからね、天津飯にね極み太陽拳とか極み気功法とか持ってますからね。おっとこれか。じゃあ次行ってみましょう。はい、81、これはこれは何のチームだ。それでは始めてください。マキシフュージョンまた溜まってるんですけど、なんかねナメック星人系は底力がありそうな気がするんですよね。1のこいつ、私が相手になろう。これってネイル、ネイルさん、あネイルだ、ネイルのチーム、ネイルのチーム、マキシフュージョンでいこう。もうギリギリ1回で倒せるのここまでかな。下手するとね、やられてしまうんで。近づいてきたんで、攻撃、攻撃、攻撃。攻撃あるのに。おお、いいね、強いね。あ、やっぱり。この1が痛いんですよね。ほらね、こういう感じです。2回攻撃ぐらいやられちゃうな。2回、3回やられるかもしれない。まあまあ忌憚だからいいですけど、ね、間に合うかな。お間に合った、ゴール数間に合ったら。あ、間に合う、こっちの方が先か、主人公の方が先でした、ね、はい、ネイルさん撃破。ナメック星のね最長老の、まあ、そばにいる方ですね。最長老様、ちょっと本気になってしまったかな。報酬は何がもらえるんでしょうかね。おめでとうございます。お、完全再生。じゃあ完全再生はネイル、ネイル、ん？ネイル仲間入れてるよね俺。まあピッコロベビーでもいいけど、
はい、次なる相手。おー、クリリン、天津飯、チャオズ、ヤムチャ、ご飯ですね。早いですね。この次ぐらいまでかな。パート的にね、ちょっと長くなっちゃうんでね。残りの20、30とか20ぐらいからはね、もう一気に全部やろうかなと思うんですけどね。ここら辺はもう本当に、ね、そんなに考えなくてもいけそうな場所なので。あ、天津飯飛ばそうか。ああ、11だって。なんだこのギリギリ残り。カメハメハでも知らないしね。これであと天津飯が来て、ズラ。よし、ガード成功。で、ゴールスが、被弾でここに打っちゃえば3人巻き込めるんで。ああ、底力。まあ、ちょっと癖ありますね。これでご飯を飛ばしちゃえばいいんですけどね。それうまくいくかな。お、どっちが早いかな。ご飯の方が早いかな。お、ギリ。ギリギリ。ダブルアタック。これでご飯。これであとは、あとクリリン飛ばせばね。軽技師だけど倒れます。あとヤムチャをカメハメハでやればいいのかな。これ天津飯だと向こうかなんでね、カメハメは向こうというのがあります。まるで赤ん坊扱いじゃないか。やっぱりご飯のが早いか。もうこの当時のご飯がね、ヒット相手するなんて考えられない話ですからね。これね、気弾これで倒せます。お、底力。ああ、やるね。底力が2人いたのか、じゃあ。それにも倒せますね。さて、何がもらえるんでしょう。報酬を獲得ね。おめでとうございます。お、フルパワー拡散弾。これはクリリンですね。もっと違う、こちら。まあでも覚えてますね。パイクーハンにしようか。じゃあ、はい、なのでまた5000やってみたいと思います。はい、残り71。ご飯5点かな。トランクス、ウーブ、パンですね。それでは始めてください。ここら辺はご飯がね、また底力とかあるので、まあ1残っちゃうんだよね。なので、まあ格闘かな。格闘でとりあえず5点どっか飛ばそう。でまた戻ってくるでしょうから、同じような場所にね。これでもしかしたらいける？いけないかな？無理かな？そんな甘くないかな。7つ溜まればね、
いけるんですけど、まあそうはいかないですよね。ですよね。マジャッパーでエコピンで。格闘で巻き込んじゃうか。お、いいね。何攻撃食らっちゃいますね。一応これ全キャラ見れますんでね。まとまってくれてるので、まあ、ここら辺を中にガードでもいいですね。まあね、悟空で最後とどめさせるので、ん？フルパワーの方がいいか。わあ、ご飯、これが嫌なんですよね。もう軽く倒せるだけに嫌ですよね。まだまだ若いな。ね、ここの報酬をもらっておめでとうございます。フルパワー魔先行とね。これはご飯でいいんじゃない。あ、トランク、ん、あ、ここか。トランクスでも覚えられますからね。一応師匠ですからね、ご飯はね。ということでね、30戦終わったんですけど、まあね、5戦5戦でね、まあ、5戦ごとに、まあ、ドラゴンボールのね、恒例のメンバーが出てくるので、まあ、それを倒したら、それのね、まあ、リーダーの、まあ、スキルがもらえたりする感じですね。なので、あとまだね、70戦あるので、まあ、パート長くなっちゃうんで、今回こだわりたいと思います。なのでね、また次回40戦ぐらいまでやって、ね、ちょこちょこ、まあ、1回のパートじゃ終わらないので、さすがにね、これはね。なので、また100人抜きやっていきたいと思います。じゃあ、ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。